オンラインで送れるものなんですけども、郵送とかってそういう物理的なものですね。こういうのがないビジネスっていうのは僕はやっぱりお勧めしてますし、これから特にお勧めということです。で、ネット企業の手段ですね、開設問題の場合、どれくらいの資金でっていうのを聞かれますね。お金どれくらいですかと。はっきり言えばですね、インターネット企業っていうのはですね、まあ、個人事業主で始めれば、別に資本金もいらないですし、会社にする必要すらないですよね。で、今会社もですね、もちろん、1円から起業できるっていうところがあったり、合同会社だったら、まあ、設立費用とか、やってもらう、全部やってもらうにしても7、7、8万円ぐらいでできてしまいます。で、最初はですね、もうネット環境があればできる、パソコンとネット環境があればできるっていう形でやった方がいいので、オフィスも借りる必要ないですし、まあ、ほとんどですね、手持ちのお金でスタートできるというのがネット企業のところ、いいところですね。で、まあ、ただきちんとですね、収益化できなければ意味ないので、ここはですね、僕がおすすめなのは週末企業という形で、週末か、